刀の錆にしてやるぜ。呪い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 。
いざ参る。ここだ、クライマックス。そこへ逃すはずだ。インフェルノブルー。そこへ次。行けるか、行けるか。ここだ、行けるか。ナイスクス。呪い逃すはずだ。インフェルノブルー。そこだけ。邪魔するなら始末する。いざ参る。そこだ、クライマックス。逃すはずだ。インフェルノブルー。大したことなかったわね。行くわよ。捕らえられまい。そこだ。捕らえられまい。そこや。逃がすはずだ。インフェルノブルー。そこ。話にならないわね。いざ参る。そこだ。ふっ、捕らえられない。逃がしはずだ。インフェルノブルー。ふっふっ、この程度で話にならないわね。お、こんな場所に花が咲いてる。けなげだな、プリンセス。ほん、なかなか雅な名前だな。姉さん好きだったかな。そうか、全員担当の土地に着いたか。はい、皆準備を整え、例の時を心待ちにしています。間もなくだ。よろしく頼む。もちろんです。あなたなら必ず成し遂げられますよ。いよいよだよ、セリカ。俺はお前たちのためになさなければならないことをなす。どうした、ベルベット。あ、邪魔しちゃ悪いと思って。遠慮する必要はないだろう。これはお前の姉さんの墓だ。そうだけど、セリカ姉さんが一番好きだったのは兄さんだし、アーサー兄さんが一番お姉ちゃんを愛してたと思うし。
家族に順番なんかあるものか。セリカもお前もライフィセットもみんな俺の大切な家族だよ。みんな家族。もうすぐセリカの命日だ。今年も岬に行ってプリンセシアの花を摘んでこないとな。うん、きっとお姉ちゃんも喜ぶよ。ああそうだといいな。よくもあんな嘘。そういえば花には花言葉ってのがあるんだよな。こいつのはなんて言うんだろうな。裏切りよ。ほう。一気に片付ける。くらえつくせ。そこや。逃がしはしない。水星のブルー。捕らえられまい。そこや。捕らえられまい。次。次。大したことなかったわね。手間をかけさせないで。捕らえられまい。捕らえられまい。そこへ。ごめん。ラバキーレイザー。捕らえられまい。捕らえられまい。捕らえられまい。呪い。ここだ。大したことなかったわね。油断は禁物だ。ここだ。逃がしはしない。インセクトブルー。手応えがなさすぎる。油断は禁物だぞ。そこや。ここだ。くらえつくせ。逃がしはしない。インフェルノブルー。そこや。捕らえられまい。ここだ。捕らえられまい。捕らえられまい。大したことなかったわね。魔をかけさせないで。捕らえられまい。捕らえられまい。そこだ。逃がしはしない。インセルのブルー。その大したことなかったわね。集落がある。聞き込みしてみましょう。居合わせてよかった。でも次に襲撃があったら。タイマシン、まさかダイルが。違うわ、トカゲのゴーマじゃない。なんで泣いてるの。これは現実を噛み締めていただけです。辺境では未だゴーマの被害が絶えない。それは清涼が警備を放棄しているせいです。全域を守る戦力がないのも事実。辺境に住むのが清涼の規則に沿わない人々なのも事実。非常な決断であることは分かっています。でもこれが今最善の断りなのです。私に言い訳されても。言い訳では。清涼巡察官、一等隊魔士エルノア・ヒュームです。ご用件は。ヘラビーサで人を殺して逃げたゴーマの話を聞いたんだけど。商船組合の事件ですね。私も聞き込みをしましたが、まだ手がかりは。そう。ご安心ください。非道なゴーマは我らが必ず打ち果たします。タイマ市の人、帰った？おう、帰った。よかった。これで食べられない。食べられる？知らないよ、ゴーマのことなんか何にも。頼む、教えてくれ。誰にも言わないから。北の洞窟にトカゲのゴーマがいるの。このこと喋ったら村のみんなを食べちゃうって。絶対言っちゃダメだよ。これあげるから。
わかった。約束だ。北の洞窟か。しかし、意外に大魔師は信頼されてないんだな。うん、なかなかうまい。そんなに腹減ってたのか？しない。何の味も。うん？手がかりはできたわ。北の洞窟を探ってみましょう。立派なヤクだ。なかなか愛嬌のある顔をしてるな。顔、近づけない方がいいわよ。お？なんでだ？なあ、くっ、うわっ、くっそー！そうなるから。ヤクは食べたものを反芻しながら消化する動物でな。むちゃくちゃ臭いゲップをするんだよ。牛やヤギと同じ。家畜を飼ってたら常識よ。よく理解した。二度と反芻したくない臭さだ。清涼の巡察官か。王国の各地を回ってゴーマ対策の状況を確認したり、大魔師たちの行動を改めたりする精鋭らしい。いわゆる憲兵みたいなものだな。民衆にあれこれ我慢を強いてる以上、自分たちにも裏がないことをアピールしたいんだろう。そんなのを置いてる時点で白じゃないって言ってるようなものでしょ。逆にそっちの方が誠実って考え方もある。理想だけじゃ世界は変えられないからな。だから泣いたんじゃないか、志の高い巡察官殿は。そうね、いかにもって感じだったわ。ま、女の涙ってのは簡単に信じるもんじゃないかな。うん、ただの一般論さ。この村はヘラビーサに比べて随分錆びれてるんだな。ここは清涼の命に従わなかった者、罪を犯した者、秩序の枷に馴染めない者、今の世界に捨てられた者たちの村だからな。清涼の管理が及んでいないってことか。秩序を乱した罰は追放ってわけ。そうだ。もっとも清涼は断りと呼ぶだろうがな。あのエレノアって大魔師もそう言ってたな。降臨の日以来姿を現した大魔師たちは溢れたゴーマを制し人間の世界を取り戻したというが、ゴーマ病は変わらず広がり続けている。実際に治安が保たれているのは限られた大都市部だけだ。守るべき人間に対して大魔師の数が足りないのだ。苦戦中に味方の足を引っ張る奴は切り捨てる。なるほど、断りだな。そうだろうが、情がなさすぎる。清涼は万事それだ。人間は家畜でも機械でもない。だから、わしのように望んでこの村に来た者もいるのさ。人間もいろいろだな。肝心なのは、大魔師が万能でも無敵でもないってことよ。待て。孫が世話になったようだな。脅してたんじゃないわよ。わかっている。
お前たちは旅を続けるんだろう。これを持ってけ。ささやかな礼だ。料理できたわ、一応。よし、腹ごしらえはできたな。一つ聞いていいか。好きにしなさい。嫌なことは答えないけど。さっきの話だがな。もしかして、お前、味を感じないのか？ちゃんとわかるわよ。血の味だけはね。それ以外は？何も。満腹感も感じないみたい。見たいって、初めて食ったように。初めてよ。ゴーマになってから普通の食べ物を食べたのなんて。じゃあ、今まで何を食ってたんだ？わかるでしょ。あの監獄にいたなら。すまん。気にしなくていいわ。私がそういうゴーマってだけだから。レシピがあれば、料理自体は作れるし。味なんかどうでも構わないし。そうか。戦う力は維持できる。それで十分よ。旅にしてやるぜ。ここだ。食らい尽くす。逃がしはしない。一流ランダーブリッジ。呪い一流か。捕らえられない。呪い進化ゲンプ。ここだ。食らい尽くす。逃がしはしない。ランダーブリッジ。呪い一流か。一流か。一流か。ここや。呪い進化ゲンプ。そこそこだ。食らい尽くす。呪い片付いたみたい。行くわよ。死にならない。上手い。
戦場ここだ。楽な戦いばかりじゃ修行にならんの。準備はいいわね。邪魔するなら始末する。邪魔するなら始末する。何の匂い？油か？手間をかけさせないで。くらい尽くせ。そこよ。ラッシュストレイク。呪い。そこよ。呪い。ジェイヤン。邪魔よ。捕らえられまい。そこだ。呪い！邪魔するなら始末する。
準備はいいわね。捕らえられない。しがらけよ。ゼロリミット。邪魔よ。捕らえ尽くせ。大したことなかったわね。油断は禁物だ。ここだ。食らい尽くす。逃すはずない。インフェルノブルー。そこをどけ。手応えがなさすぎる。魔をかけさせないで。くらい尽くせ。そこよ。逃しはしない。スライダーを引く。そこよ。呪い。生きれるか。そこよ。生きれるか。そこだ。くらい尽くせ。呪い。逃しはしない。スライダーを引く。そこよ。呪い。捕らえられまい。捕らえられまい。そこだ。捕らえられまい。次だ。そこよ。逃しはしない。やれやれ。この岩、壊せそうね。お前、強引だな。無茶でもないでしょ。お互いゴーマなんだから。それもそうか。やれやれ。
気に片付ける。そこだ、食らい尽くす。とどめ、ラファティレーゼン呪い。そこ呪い、全部ここよ。そこよ、そこだ、食らい尽くす。逃しはしない、サンダーボルト。そこをどけ、生きるぞ、生きるぞ。そこだ、食らい尽くす。呪い、逃しは。片付いたみたい、行くわよ。いざ参る。そこだ、食らい尽くす。呪い、逃しはしない、サンダーボルト。見切れるか、捉えられない、見切れるか。そこだ、食らい尽くす。次、呪い、逃しはしない、サンダーブリッツ。そこだ、食らい尽くす。本気鍛えて捉えられない、逃しはしない。手応えがなさすぎる。匂いの正体はタールか。気をつけろ、ハマると底なしだぞ。いざ参る。そこだ、食らい尽くす。とどめ、一戦ラッシュスクール。捕らえられまい。そこよ、捕らえられまい、捕らえられまい、捕らえられまい。そこよ、そこよ、生きれるか。そこよ、呪い。そこだ、食らい尽くす。片付いたみたい、行くわよ。準備はいいわね。そこだ、食らい尽くす。逃しはしない、サンダーブリッツ。いいかせん、捕らえられまい、捕らえられまい。そこよ、そこよ、呪い。そこだ、食らい尽くす。逃しはしない、捕らえられまい、サンダーブリッツ。呪い、スリアン。そこへ、呪い、見切れるか。見切れるか、捕らえられまい。そこよ、容赦の情け一切かけない。岩転がって足場固まるだな。何その変なことわざ。飛ぶわよ。落ちるなよ。手間をかけさせないで。捕らえられまい、捕らえられまい、捕らえられまい。そこよ、呪い。一の方、そこだ、捕らえられまい。手骨ラッシュストライク。捕らえられまい、捕らえられまい。そこよ、呪い。そこだ、食らい尽くす。呪い、手骨ラッシュストライク。スリアン。そこだ、食らい尽くす。捕らえられまい、呪い。邪魔するなら始末する。行くわよ。そこだ、食らい尽くす。とどめ、ラファティレーゼン呪い。いける。そこだ、食らい尽くす。呪い、逃しはしない、サンダーブリッツ。そこをどけ。そこだ、食らい尽くす。呪い、いいかせん、芝居だ、サンダーブリッツ。せい、来い、見切れるか。そこよ、呪い。片付いたみたい、行くわよ。切り替えがありそうだ。そこだ、食らい尽くす。捕らえられまい、捕らえられまい。そこよ、そこよ、そこよ、捕らえられまい。
死にさせん。そこだ、食らい尽くす。呪い、とがめ、ナノティーレイブ、食材や。せい、捕らえられまい。しまった。そこだ、食らい尽くす。呪い、とがめ、ナノティーレイブ。せい、せい、死にさせん。そこや、呪い。とどめ、ナバティーレイブ。そこよ。捕らえられまい、捕らえられまい、捕らえられまい。そこよ。好きにさせん、好きにさせん。一応だよ、呪い。そこだ、食らい尽くす。とどめ、ナバティーレイブ。一気に。そこだ、食らい尽くす。そこよ、とどめ、ナバティーレイブ。捕らえられまい。そこよ、そこよ、せい、せい、そこよ、捕らえられまい。そこよ、生きれるか。そこよ、呪い。そこだ、食らい尽くす。呪い、ナバティーレイブ。遅い。そこ呪い、そこ呪い、そこよ呪い。せい、そこだ、食らい尽くす。呪い、せいや、とどめ、ナバティーレイブ。せい、しまった。そこだ、食らい尽くす。呪い、ナバティーレイブ。そこよ、そこよ、とどめ、ナバティーレイブ。捕らえられまい、捕らえられまい。そこよ、呪い。やられるわけにはいかない。行くわよ。そこだ、食らい尽くす。とどめ、ラッシュストレイク。捕らえられまい、そこよ、捕らえられまい。そこよ、せい、せい、そこよ、せい、こいつ、銀河王法、生きれるか。そこよ、せいまい、そこよ、呪い。捕らえられまい、捕らえられまい、食らい尽くす。捕らえられまい、とどめ、ラッシュストレイク。片付いたみたい、行くわよ。剣さばきはさすがね。いや、まだまだだ。この程度じゃ。あんたってどういうゴーマなの？夜叉だよ。戦いの鬼神だ。戦いの鬼神、通りで。ベルベットこそ何なんだ？ずいぶん変わったゴーマみたいだが。クーマよ。クーマ？聞いたことないが、どういうゴーマなんだ？敵を食って力に変える化け物。それ以外は知らない。女で敵を食らうというと、鬼ババの一種かな。はあ？今の顔、ちょっとそれっぽかったぞ。魔をかけさせないで、食らい尽くす。そこよ、ラッシュストライク。生きろ。捕らえられまい、捕らえられまい。そこよ、そこよ、生きれるか。そこだ、食らい尽くす。ちょっと呪い、一の方。次、一の方。そこよ。全力で答えたが、やりすぎたか。油断は禁物だぞ。そこだ、食らい尽くす。とどめ、死にさせん。ラッシュストライク。死にさせん。呪い、捕らえられまい、捕らえられまい。そこよ、呪い。ふん、生きれるか。そ
やれやれ。お前の剣技ガリ、それにしては立ち筋がいいし、それなのにいきなり蹴り技を使ったりするのが面白い。だからガリウ、あんたこそね。はあ、それも蘭月家の教えってやつ。おう、借りたものは返す、すべてはそのためにある。わけわからない。旅にしてやるぜ。そこだ、行くんだ。あいつ捕らえられまい。そこだ、捕らえられまい。逃がしはしない。サンダーブリッジ、その程度で。そこだ、捕らえられまい。捕らえられまい。せいや、逃がしはしない。サンダーブリッジ。大したことなかったわね。行くわよ。そこだ、捕らえられまい。ここね、楽な戦いばかりじゃ修行にならんの。油断は禁物だぞ。そこだ、クライクス。そこね、ラッククライク。捕らえられまい、捕らえられまい。そこよ、一の方。そこよ、遅い。そこだ、クライクス。一の方、逃がしはしない。サンダーブリッジ、呪い。一の方、そこだ、クライクス。呪い、次や、次、逃がしはしない。サンダーブリッジ、そこよ、呪い。やれまい。やれやれ。お前、味がしないって言ってたが、匂いはどうなんだ？なんで？味覚ってのは嗅覚とセットみたいなもんだ。鼻をつまんで食うと味がわからなくなるだろう？匂いは人間だった時よりも敏感かもね。あんたは違うの？俺も五感は鋭敏になってる。しかし、匂いはするのに味はしないか。お前は自分のことをクーマと言っていたが、随分寂しい食生活だな。そういうあんたは何を食べてるのよ。主に浸水だな。飲み物じゃない。寂しいのはあんたもでしょ。バカを言うな。浸水ほど奥深いものはないぞ。素材も製法も千差万別、甘いも辛いも融通無下。舌の上に広がる熟成された味わい、鼻をくすぐる芳醇な香り、お子様には分からん世界さ。あっそ。ゴーマになって以来回るのが早くなったのがたまに傷だがな。ゴーマの味覚って。いざ参る。そこだ、クライクス。呪い、逃がしはしない。サンダーブリッジ、そこだ、食らい尽くせ。邪魔、呪い、逃がしはしない。サンダーブリッジ、せいや、捕らえられまい、捕らえられまい、捕らえられまい。そこだ、食らい尽くせ。呪い、せいや、捕らえられまい。逃がしはしない。サンダーブリッジ、そこよ、呪い、せいや、そこだ、食らい尽くせ。全力で答えたが、やりすぎたか。
落ちたのか？こいつに落とされたか！そこに鎧！そこに鎧！そこや呪い！そこだ！食らい尽くす！呪い！逃しはしな！インフェルノブルー！そこや！しまった！せい！しまった！しまった！効果陣！そこよ！効果しまった！効果にそこに呪い！効果にそこに呪い！全そこに呪い！全！効果にそこに呪い！行くわよ！こいつが例の殺人犯だな。ヘラビーストのクセ野郎どもめ、インフェルノブルー、俺を借りに来やがってな。そのようね。生きれるか。捕らえられまい、捕らえられまい、そこや、こい、捕らえられまい、そこや、捕らえられまい、生きれるか。そこだ、食らいつくぜ。逃しはしな、インフェルノブルー。そこや、邪魔だぜ。金や気にさせん、捕らえられまい、そこや、気にさせん。邪魔だぜ、この野郎。そこよ、捕らえられない、捕らえられない、そこよ、捕らえられない、そこよ、捕らえられない、せっ、しまった、捕らえられない、そこよ、せい、この野郎、生きれるか、そこよ、せい、この野郎、せい、せい、そこよ、そこや、呪い、一度か、そこや、しまった、せい、捕らえられまい、捕らえられまい、そこだ、逃しはしな、インフェルノブルー、そこや、そこや、呪い、生きれるか、生きれるか、呪い、手にさせ、捕らえられまい、呪い、せい、せい、邪魔だぜ、消えねえ、呪い、生きれるか、生きれるか、そこだ、食らい尽くす、消えねえ、逃しはしない、インフェルノブルー、消えねえ、邪魔だぜ、捕らえられまい、捕らえられまい、そこだ、呪い、まだ死ねねえ、奴らに復讐するまでは。復讐？俺を殺そうとしやがった組合の草どもにだ。密輸の責任を俺に押し付けやがって。密輸は組合がやってたってこと？そうだ、俺みたいな不良船乗りが一人で仕切れるわけないだろうが。そりゃ手伝って美味しい思いもしたけどよ。確かに倉庫の抜け穴なんて個人で作れるものじゃないよな。調子に乗って規模をでかくしすぎたんだ。声量にバレるのも
時間の問題だった。死人に口なし。お前を殺して罪を最小にするつもりが、計算が狂ったというわけか。どうやって復讐するつもりだったの？ヘラビーサに殴り込みをかけて、船員どもをぶっ殺す。自殺行為ね。何人タイマ氏がいると思うの？どうせ逃げても狩られる。奴らに一泡吹かせられればそれでいい。と思ってたが、それも叶わねえか。これを届けて、あんたは死んだと報告する。そうすれば、タイマシたちも警戒を解くはず。どうしてだ？こっちの都合よ。一つは船を修理するため。で、私が出発した後、騒動を起こして追っ手を足止めしてくれれば好都合。そういうことなら、ご期待に応えるぜ。ところでお前ら、どうやって俺を見つけた？偶然よ。勘が当たっただけ。俺の生まれたのは何もない陰気な村でな、そこが大嫌いで船乗りになったんだ。だがこのざまだ。生まれ変わったら俺は二度と故郷を捨てねえよ。そう。いいんだな、これで。こっちに追っ手がかかるのも時間の問題よ。同情してる余裕はないわ。大したことなかったわね。
をかけさせないで。やれやれ。ここ何年かは白い雪が降って助かるわ。雪が白いのは当然でしょ。ブー、ヘラビーサじゃ当たり前じゃないの。風向きと火山の調子によっては火山灰が混ざった灰色の雪が降ることがあるのよ。近くに火山なんてあったか？あるのはもっと北の方なんだけど、ミッドガンド王国内で一番大きな火山だから、遠石もそのキララウス火山で取れるのよ。っていうかそこでしか取れないんだって。キララウス火山、なかなかすごそうだな。ベルベットは火山を見たことはあるか？ないわ。見た経験も興味もね。これはダイルの尻尾。あんた、あいつをやったのか？タールの沼にはまって死んでるのを見つけたの。これしか持ち帰れなかったわ。本当か？疑うのは自由だけど、嘘でもゴーマの体を持ってこれる奴がいる？確かに。じゃあ船の修理をお願い。そうはいかん。テレサ様から正式な許可が下りないと。急いでって言ってるの。密輸の真犯人がバレたら営業停止じゃ済まないでしょ。お前、取引を。浜辺の船を直してくれれば黙って出ていく。分かった。船大工は手配する。浜場で落ち合おう。おいベルベット、いい機会だからブグ屋で装備を強化していこうぜ。装備を強化？知らないのか？ええ、故郷ではやってなかったから。ならなおさらちょうどいい。やってこうぜ。あんたって結構強引よね。おう、押しの弱い男はモテないからな。
これが装備の強化だ。分かったか？一応。けど、なんか面倒ね。一見な。だが、何回かやってコツを覚えると、ハマるぞ。強化と分解を工夫すれば、独自の強力な装備を育てることができるんだ。強力な装備を育てる？そうだ。この先も戦うつもりなら、武具屋での強化は必須だぞ。推しの弱い男が持てないように、戦いの準備を怠る奴に勝利はないからな。もっともね。これで強くなれるなら、使いこなしてみせる。あいつにたどり着くために。Thank you.